去年7月の熱海市の土石流災害をめぐり県は午前前の土地所有者に代わって崩落の起点に残っている不安定な盛戸土の撤去を始めました午前10時半県の難波隆理事が大執行を宣言し土石流の起点に残っている盛戸土の撤去作業が開始されました盛戸土をめぐっては県が8月 前の土地所有者の天野文雄氏に土砂の撤去を求める措置命令を出しましたが天野氏が期限とされていた先月6日までに工事を始めなかったため大執行を決めていました撤去の対象は土砂およそ2万立方メートルで来年の梅雨前までに完了させる方針です撤去にかかる費用は14億円以上とみられ 天野氏に請求すする予定です天野氏は崩れた土砂が当社が入れた土砂という論拠が明確でないなどと主張しています。